マーチ 88G は、マーチエンジニアリングの1988年型グループ C シャシーに、日産自動車の3.0リットル V 型6、キ筒ターボエンジン VG30 を搭載した、グループ C カー。1988年の全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権及び、ルマン24時間レース参戦用に、チームルマンが購入した、1台だけのワンオフモデルである。 マーチ最後のスポーツカーでもある。デビュー戦は1988年ルマン24時間。国内デビューは JSPC 第4戦、富士500マイル。翌1989年も JSPC、WSPC 鈴鹿、ルマンにフル参戦する。毎回高位置につけながら結果に結びつかないレースが続いたが、 JSPC の実質最終戦となった鈴鹿 1000km で4位に入賞している。翌1990年からチームルマンにも、日産 R89C、呼び名は R90V、シャーシと同時に、V 型8気筒の VRH35 が供給されるようになったため、VG30 搭載車は1989年限りとなった。VG30 はその後も、 日産、GTP、ZXT や日産、NPT-90 といったマシンに搭載され、1988年から1991年の4年、連続でイムッサ、GTP タイトルを獲得している。なお1988年シーズンのマーチ 88G、日産は日産 R88V、翌年は日産 R89V の名でエントリーしている。 ありがとうございます。